演武開演。どうも、本日はこちらローソンのお芋ぜんざいを食べたいと思います、ではいただきます。2色だとまた違いますね。白玉の後に来るあんこの甘さはもちろんですが、そこに安納芋の甘さが加わることでよりまったりとした感じになってとっても美味しかったです。安納芋さっぱりしていますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。次はシュークリームとか食べて。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。